はい、皆さんどうもこんにちは、バンビーです。はい、今日もね、対戦の方やっていくんですけど、本日はカジュアル対戦で、まあ、この試合はね、あ、ローブシーンめっちゃ刺さってんな。ローブシーンをね、使っていこうと思います。まあ、今回ね、使っていくローブシーンなんですけど、まあ、ローブシーンというね、ポケモンは、まあ、格闘タイプ元祖最強枠ということで、まあ、今だとやっぱし連撃ウーラオス、まあ、ウーラオスですね、一撃連撃どっちも最強で、まあ、格闘といえばウーラオスとなってるんですけど、まあ、ローブシーンもね、結構やれるんだぞというところをね、今日は紹介していこうかなと思います。まあ、今回使っていくローブシーンは、まあ、対面の殴り合い性能を高めたお盆ですね。まあ、直帰でも良かったんですけど、まあ、今回はお盆で使っていこうと思います。で、まあ、冷凍パンチ持ってるんで、まあ、ローブシーン。で、いや、そうだなこれ、グライオン、まあ、雨でもいいんだけど、いや、ローブシーンだな。ローブシーン。まあ、サフゴ海流でいけそうだけどなまあ、サフゴ海流の不安な点としては、ジャラランガに積まれるとまずいか。まあ、でもなんとかなるでしょう。はい、対戦相手のキーロさん、よろしくお願いいたします。まあ、ローブシンがね、全体的に対面打ち勝てると思ってるけど、まあ、グレンアルマだけちょっと怪しいか。いや、グレンアルマでも、まあ、今回雨見てるんで、まあ、ニョロトの、イダイトの雨があるから、まあ、多分、投げづらいかなとは思います。え、投げれんのかな？まあ、でも、ローブシンが重すぎて、投げなきゃいけないみたいな話はあるね。まあ、ローブシンね、叩き落とす、もらっ、あ、オッケーオッケー。これでかいわ。これね、相手がね、まあ、フェアリーテラス以外だったら割と何でもいいんですけど、まあ、フェアリーテラスでも、まあ、最悪なんとかなるかなとは思います。まあ、これはね、ドレインパンチ打ってっていいかな。まあ、パオジアンね、ゴーストテラスとか嫌だけど、引っ込める、いるの？アルマいるの？大剣気、いや、無理でしょ。いや、そう、アルマはね、さすがに投げれない。雨の考えると圧を。雨ってやっぱ圧あるからいいよね。はい、相手の、まあ、そこそこ硬いですね。5つ目。5つ目か。まあ、だったら、作後引いちゃおうかな。まあ、5つ目だったらちょっとローブシーン、まあ、打ち勝つのはなんかできそうなんですけど、まあ、なんかローブシーン引いといて良さそうなんで、まあ、ローブシーン温存しておきますか。叩き落とす。なんか、ローブシーンに叩き打たれたのは、結構痛いですね。はい。まあ、ここは10万ボルトで行くか。まあ、シャドーボールとかで落ちなそうだし、まあ、最悪マッパ圏内に入れてくれればいいかなと思います。まあ、ローブシンね、叩き落とす。まあ、ローブシン結構直帰が多いから、ここ叩きないかなと思ったけど、まあ、お盆持ってるんで、叩き打たれるのも嫌だった。まあ、ただここの10万で、オッケー、落とせるなら問題ないですね。で、まあ、相手パオジアンと裏でしょ。で、まあ、アルマは多分いない。いや、アルマいんのかな。パオジアン、はい。まあ、これはもう捨てます。ね、相手が一貫する技としてあるのが、うん、まあ、引っ込めてもいいのか。まあ、でも、つららとかね、読まれて打たれても嫌なんで、まあ、ここは居座りましょう。ゴールドラッシュで。まあ、サーフ号の居座りだけ考えるなら相手は、ま、不意打ちだったり、紙砕く。まあ、最近ね、まあ、砕く切ってるやつもいるんだけど、まあ、とりあえず、まあ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 いいでしょう。はい。で、ローブシンが刺さってるんで、ローブシンね、ドレインパンチ結構強いんだよね。まあ、パングロでも良かったんだけど、まあ、ドレインパンチの回復とお盆で、まあ、パオジアンに対してはある程度体力残しながらいけるし、で、パオジアンが無振りで、フェアリー以外のテラスだった場合、まあ、ここでフェアリーは切ることないなとは思ってるけど、フェアリー以外のま、草とか、まあ、最近だと電気とか、だった場合は、ドレインパンチプラスマッハパンチで落ちます。まあ、ローブシンのね、主読値見たらわかるんだけど、HAB はね、本当にもう伝説並みに高い。まあ、C はね、低いし、D も低いし、S も低いところでね、ちゃんと一般ポケモンっぽい顔できてるけど、いや、ローブシンいいなぁ。なんか昔からね、ローブシン好きなんだよな。ただ、俺が、やり始めた対戦が6世代、まあ、メガガルラ世代だったんだけど、まあ、ローブシンね、格闘タイプでありながら、猫魂プラスステミタックルで死ぬんで、まあ、あんまり強いとは思ったことなかったな。あ、ちなみにここね、まあ、ゴーストテラス、一番嫌だ。叩き落とす今回入れてないからね。あ、電気、オッケー、オッケー、オッケー。いや、これね、いや、ここまで想定してた。え、どれマッパで、確かいけるんだよな。いや、ダメ系間違ってたかもしんない。え、ダメ系間違ってるから、まあ、無振りだったら落ちる。え、ローブシン、硬すぎる、お前。ローブシン、さすがに元祖格闘最強枠である。で、お盆プラス、ドレインパンチの回復で、ギュインと回復して、雪。強い、落ちるわ。うん。これ鉄の拳なんでね。うん。そう、ローブシンって特性が根性を力づくマッハパン、あ、マッハパンじゃねえや。今回使っていく鉄の拳ってあるんだけど、鉄子やっぱ火力すごいね、マッパで。これドレパンマッパで落ちます。いや、ローブシンね、やりますね。
まあ、今回の技構成だと、まあ、パングロでもいいんだけど、まあ、ドレパンマッパ連中で、なんか、パオカイリュウとか。で、畑入れてもよかった。はい、オーガポンでしょ？これも勝ちでしょ？だオーバコンじゃねえ。オーガポンからの打点も、まあ、じゃれつくとかも余裕で耐えるんで、ドレインパンチで。ウィップ、これ、急所当たってもいい。なんかちょっと危なかったな、急所。まあ、でも耐えてますね。で、ドレインパンチで回復強い。これ元祖だから。元祖格闘最強枠なんでね。はい、ドレマッパで、しっかりと芝居ていく。これぞローブシンだね。これ、お盆のアイテムも、まあ、お盆なくてもなんか、ギリマッ、ウィップ耐えてそうだったけど、まあ、その場合、マッパでもよかったし、まあ、なんでも勝ってたな。はい、マッハパンチでいきましょう。はい、オッケー。まあ、ローブシンね、まあ、今回、鋼テラバにしちゃってる関係で、サーフもちょっとめんどいけど、まあ、畑チョッキとかにしとけば、まあ、ローブシンもね、型豊富だし、うん、まあ、格闘っていうタイプが弱かったから、テラスとかまで含めると、だいぶちょっと強いんじゃないかなと思います。それでは対戦相手の方、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。ヤニガキさん、よろしくお願いいたします。まあ、これはね、まあ、偉大と、ニョロとの投げれないので、まあ、ローブシンだな。ローブシン投げるけど、まあ、ローブシン作後回流とかで行きたいな、できれば。できれば行きたいけど、まあ、トドロク付きとかもね、結構強いからな。まあ、でもこれで行くしかないかな。対戦相手のヤニガキさん、よろしくお願いします。まあ、ローブシンの刺され自体は結構良くて、で、ローブシンが、ま、対面、まあ、テラスも何もなしで勝てないのが、まあ、一番、モロバレル。モロバレルに対しては、冷凍パンチの打点はあるものの、まあ、放置とか打たれちゃうのが厄介なんで、まあ、そこにサーフを投げて行きたいと。で、エンペルトでしょ？エンペルトは、どうなんだろうね、ここさ、テラスしてきそうだけどね。いや、まあエンペルトテラスされてもいいか。まあおとなしくドレインパンチと、まあドレインパンチに耐性あるテラスしてきたら、まあサーフ後の攻撃技が通るって考えればいいので、まあここはローブシンのドレインパンチ安定に打っていく。で、まあこれ相手ね、エンペルト投げてるのは、まあ雨に結構強いんでわかるんですけど、まあ、裏がね、エンペルトに対して、ま、そこまで弱くない。危な危な、冷凍パンチ打たなくて、よかったわ。危ない。ちょっと打ちかけてた、本当に。で、ドレインパンチ。ローブシンさ、範囲、おーっと、いいね。やっぱ火力高いっすね。ローブシン。うん。まあ、ドレインパンチで倒していく。で、まあ、裏から何が来るのか。ローブシン重いぞ。バレルいないと。まあ、バレル、まあ、でも、サーフを言うとね、相手サーフを受かってるか、怪しい。これね、これいけるぞ。俺は騙されないぞ。はい。これ剥がれテラスします。もうこれもう、もうローブシン出てくるってもうそういうことなんで。ローブシンさん、頑張ってもらっていいですか？あなたならできる。そう信じてる。冷凍パンチで。いや、これね、絶対アクロバット打ちに来てる。いや、さすがに弱点攻撃、まあ、ローブシンって物理攻撃大体耐えるんですよ。ただ、これは耐えれない。エナジー、あ、ちょ、A 上がったか見てなかったけど、まあ、A 上がるであろう。まあ、そうだよね。まあ、これはもう切らせてください。はい。切らさせてくださいか。切らさせてください。で、まあ、鋼テラス切って、レートパンチ打って、まあ、地震どうするかだけど、まあ、地震ケアするなら、海流引いて、神速打ってもいいな。まあ、とりあえずここはアクロバットか、まあ、リュウマイ。ただ、リュウマイはね、相手視点からすると、ちょっと打ちづらい。いや、打てるな。テラス切ってるのはリュウマイ全然あるわ。アクロバット。まあ、リュウマイね、打ちづらい理由としては、リュウマイ打った後、こっちが逆にテラス切る。強っ！っていう選択肢が、うわぁ強すぎや！鉄のかもしれない。トパッチ強い。急所回避！これ、レートパンチマッパで落ちてんのかな？わかんないけど、まあ、運は良かったですね。はい。まあ、カイル引いて、新速圏内にはね、絶対入ってたかなっていうのはあります。正直。まあ、ただ、これ、でかいな。包み！はい、勝ちですね、これは。てかさ、ローブシンくんさ、ちょっと強いな。はい、鉄子マッパ打って、いいダメージ。ハイドロップ当たる。まあ、これは耐えないですね。うん。で、まあ、海竜の神速圏内に入ってるんで、まあ、海竜で神速打って勝ちということで。うん。まあ、これはもうローブシン。いや、相手ローブシン重かったな。なんかめちゃめちゃ雨に強い選出してますね。まあ、海竜投げます。まあもうテラス剣使ってるんで、包みのゴーストテラスなどをケアしなくても良い。ので、まあ神速で。まあサーゴがね、メガネハイドロポンプまで耐えてたんで、まあこれはまああんま視野に影響ない急所だったんじゃないかなと思います。
ということで対戦相手のヤニガキさん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。カラゴリさん、よろしくお願いいたします。いや、これね、ちょっとむずいな。相手の構築に炎オーガポンがいるときは雨投げようかなと思ってたんですけど、エンペルトがだいぶ雨投げづらいんですよね。いや、エンペルトぐらいならご利用してもいい。俺の中の雨使いがそう言ってるな。いや、マジでそうだぞ。あのね、エンペルトぐらいならマジでご利用してもいいけどな。カビゴンもいるからな。まあ、ランドローブシンで行くか。まあ、ランドではサイクル回しつつローブシンでわちゃわちゃして、でこの2体できついのが、まあ、バルジーナか。バルジーナ雨見て投げないでほしいけど、まあ、この3体で行きましょう。対戦相手のカラゴリさん、よろしくお願いいたします。いや、これはね、ちょっと本来の、まあ、構築段階で考えていたものとは、もろもろ、ずれてきてるんで、まあ、ランド大事にしなきゃいけないな。炎オーガポンの存在を考えると。だから、ランドの威嚇で、まあ、コロコロしたい。まあ、ただ、ローブシンもね、まあ、サーフゴーも、めっちゃ耐久が高いポケモンではないから、ドラパか。まあ、ドラパだったら、トンボプラス。まあ、相手がテラスしてきたら、まあ、ゴーストテラスとかしてきたら、いや、これ雨でよかったな、多分雨で破壊できてたわ。いや、待てよ、これね。いや、ステロ巻きたいけど、いや、鬼火があるわ。これドラパルトの鬼火の可能性があるんで、今さ、威嚇入ってたよね。まあ、すり抜けか呪わでボディでしょ。そう考えると、ここはちょっと引っ込めといた方がいいわ。サーフゴーで。まあ、シャドーボールは打ってないと思うけどな。まあ、ドラパルト、なんかメガネとかだとシャドウボーいるけど、メガネなんてもういないでしょ。鬼火そうだよね。ステロ浮かない、巻かないでよかったですね。で、まあ鬼火たたり目系でしょ。そう考えると、まあここで打つ技どうするかという話が出てきます。ランド投げて自信打つのもあんま強くないからな。シャドウボールとゴールドラッシュなんだけど、まあカビゴンバック考えるとゴルラかな。はい、相手引っ込めれば引けんのが、まあ、エンペとカビ。カビゴン、オッケーオッケーオッケー。これらゴルラ打ったのが正解で、でカビゴンもね、結構技マシーン、技マシーンじゃない、技のレパートリーがね、非常に豊富で、残飯でその硬さ、手に入れちゃってるの。すごいね。まあ、ランドバックは読まれる可能性、いやー、こういう時ね、ローブシーンの畑落とす欲しいよね。残飯カビでしょ。ドラパ残飯カビ。まあ、いい感じにサイクラ回してるな。これ雨じゃなくてよかった。雨じゃなくてよかったかもしんない。アクビ、はい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 。で、これで、まあ、サーフ号引きを相手からすると、ちょっと考えなきゃいけないから、サーフ号引きには多分、自信。アクビ守るで自信は1個あると思うんだよな。まあ、ここはランドで威嚇入れに行きます。まあ、ぶっちゃけ威嚇入れてたら冷凍パンチは耐えてくれる。で、まあ、相手がアクビ打ってきてたら俺ステロ打とうかな。ステロ打って、裏の炎ポンをケアしておきたい。引っ込める。まあ、ドレインパンチ読みでしょう。で、ドラパルト。ドラパルトは自信をしたいよ、ここ。難しいけど。まあ、自信だな。これさっき嫌だったでしょ、相手。たたり目打つと思うんだよね。偉いわ。いや、まあこっちからすると引きづらかったっていうのはありますね。ね、これで相手カビゴン引きが割と安定になっちゃったけど、まあカビゴンには、いや、まあトンボ引き、いや、でもしょうがない。これたたり目最後2体多分しないから、でカビバック安定だよね。うわー、これホノポン重くなっちゃったな。ホノポン、ここでホノポン来るんだ。あー、まあ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 、いや、ここでホノポン来るのありがたいぞ。自信自身で削れるかね。ただ、まあ、ウッドホーンの存在があるから、いや、でも自信自身でいいな、多分。いや、ウッドホーン、いや、ウッドホーン意外と回復しないよ。いや、回復するんだけど意外と回復しない。いや、これね、ホノポン引きは、草分けは全然いいよ、全然いいよ、全然いいよ。え、草分けはいい。え、草分けツタコンでしょ。俺ウッドホーンないと思ってるけど、まあ、自信で、はい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 。いや、ウッドホーンないと思ってるけど、あったら、まあ、正直、やばい。いや、うまいな、相手。鬼火着地。まあ、でも、草分けで素早さ上げるなら、ここしかないっていうのがわかるから、まあ、全然、非常にうまいタイミングなんだけど、ウッドホーン入れてる？草分けじゃれつくツタコン。あと1個、余ってはいるんだけど、ホーン入れてるんだ。
ホーン入れてるんだ、ウッドホーンを。そうなるとロブシンさんお願いします。ロブシンさん耐えてください。非常に無理なお願いをしてるのは分かってます。ロブシンさんお願いです、耐えてください。いや、ウッド本気がしたらサフゴ捨てだったんだけど、え、それは舐めてる、それは舐めてるよ。いや、ローブシンの火力を舐めてる。それは多分耐えなかったよな、これ。ローブシンの、いや、鉄子 A 特化だよ。え、まあ、鉄子 A 特化、鉄子 A 特化、オッケー。危ない、これ、まあ、もう負けだったんだけど、ローブシンの相手火力を舐めてたね。確かにウッドも安定のように見せかけて、ローブシンって、はい、めっちゃ強いんですよね、実は。マーバンジー危ねえ、これ、え、絶対死んでるよね。まあ、HA ブッパー、ローブシン確かに B が、B が、あれ、A140、B105 だっけ。まあ、でも多分死んでるな、これ負けてたな。あ、B95 で H100 か。うん。まあ、多分負けてたんだけど、まあ、ただ、まあ、こうして、まあ、鬼火、いやでも、たたり目、まあ、たたり目されたら、鋼テラス切ればいいから、ここは引きますか。やぶねえ、とか、相手うまかったな。なんか、もろもろタク負けた気がするわ。地震のタイミング、まあ、トンボサフを安定と見せかけて、まあ、鬼型だと、まあ、ちょっときつかったのがあったから、やっぱ、あ、いやでも、雨投げないと、ちょっと、このポン、舐めすぎてるわ。たたり、いや、うまいね。そこはちゃんと読んでくるんだ。まあ、でも、ここはこれで安定なはず。引っ込める、もう受からない。いや、もう受からない。てか、まあ、これ、まあ、カビゴン削っちゃえば、なんか、鬼火入るのがちょっと嫌だったんだけど、まあ、これはもう、鋼テラスゴルラでいけますね。危なかったな。危なかったというか、まあ、ローブシンの、まあ、鉄子じゃないマッパー。どれマッパ余裕で耐えてるんですよね。もう鉄子が全てみたいな話はある。いや、やっぱね、これ草分けウッドホーンか。本当にね、このポンには草分け与え、あ、ウッドホーン与えちゃダメだ。草分けは全然いいんだけど、あ、強すぎ。まあ、カビゴンといえどね、粉砕していく。だから相手あれだろうな、ドラパルトで起点作って、まあ、カビゴンでもあくびして、まあ、ホノポンで一掃すると。で、まあ、ランドに鬼火が入った、ここがタイミングだっていうところで、まあ、多分判断してきたと思うんですけど、いや、逆にあれ、うまいんだよね。数的より取ってたら、こっちランド捨てて、鬼、なんか威嚇入れてるために、サフゴ捨ててランド捨てて、みたいな動きもできてたから、まあ、ここはもうゴルラでいきますか。はい、ということで、対戦相手の高さんが選ばれました。まあ、ロブシンね、ちょっと、まあ、ツタコン耐えるまで、ま、触れんのかな、わかんないけど、ツタコンはちょっと無理です。遅いポケモンに対しては。まあ、ただ、まあ、まあ、鉄子ね、どれマッパっていう、回復しつつマッパ打てる強みっていうところはね、出たんじゃないかなと思います。まあ、ただちょっと炎オーガポン強かったな。はい、ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。